アップルウォッチシリーズ6はアップルが開発、販売しているスマートウォッチ。アップルウォッチの第7世代目にあたる。2020年9月15日にアップルウォッチ SE と並んでアップルイベントで発表され、9月18日から一般向けに出荷が開始された。先代モデルからの主な改良点は血中酸素飽和度を測定するセンサーを搭載したことが挙げられる。 エルメス、ニケ、エディションモデルも販売されている。アップルウォッチシリーズ6には、血中酸素濃度の変化を検知できる、血中酸素センサーが搭載されている。他にも、新機能としては、以下のようなものがある。アップルウォッチシリーズ6手ダウン。iFixed 2020年10月30日閲覧。アップルアンウンセスアップルウォッチシリーズ6ウィズ。 アビリティツーメジャーブラッドオキシジュナンレベルズ。ザバージ。2020年9月15日閲覧。ホワットディドアップルリビールデューリングゼアセプテンバー2020キーノート。ウィーサマイズド。www.techlunar.com。2020年9月26日閲覧。アップルウォッチシリーズ6デリバーズブレイクスルーウェルネス。アンドフィットネスケイポビラティス。 Apple, 2020年9月15日閲覧。This is the Apple Watch Series 6, and this is its new friend, the Apple Watch SE.Gizmod Australia, 2020年9月15日閲覧。Davies, Chris, Apple Watch Series 6 and SE, Differences, Missing Features and the Fine Print. スラッシュギア ,https. www.slashgear.com Apple Watch Series-6&C Differences Missing Features and the Fine Print-15638179 2020年9月15日閲覧ありがとうございます